日本が世界に誇る名車 R34 スカイライン。これすごいですね。R35 でもなく、33でもなく、34っていうところがドストライクなんですよね。これね、調べれば調べるほど34の魅力っていうのは私もね、感じることができます。すごいな。吉田さんやっぱすごいっすね。ここに目をつけたっていうのは。私なんての完全にミーハーで、ナイト2000ですから、まあね、トランザムっていう車自体もかなりね、魅力のある旧車ではあるんですよ。そこにナイト2000っていうフィルターもかかってるんで、これは相当だなと思います。えー、最近ね、 あの私の動画、かなり見てくださる方が増えて、チャンネル登録者数も、あの第2次成長期が来てるかなと思いますよね。先月は600人ぐらい増えましたんで、非常にありがたいなと思っております。考えてみると、その、ナイト2 0 0 0の動画、トランザムの動画、これ、両方合わしても、本当に少ないんですよ。5人もいないぐらいですね、動画を上げてる方、もしくは上げ続けてる方。今、私が考えてるのは、自分を含めて3人なんですよ。 トランザムとかナイト2000ってていうもので動画を上げてる方これはだから多くの方が車を所有してないってことにも反映されますしそれがですね車を所有してなおかつ YouTube で顔出しで出られる方っていうのが少ないってこともまあ起因してると思うんですよねでこういうものが媒体になりうるかなと思います2034フェスでもね私も計画してましてやってますけどもこれね媒体なんですよね 人が集まる場所を作る。これが媒体を作るってことございます。2034フェス。前回もね、早速人が集まっていただきました。まあ、今回も、今回というかね、前回は主に私の動画の視聴者さんがいらっしゃったりとかってことがあったり、吉谷さんのね、ライブの視聴者さんっていうことになっていましたんで、既存の方が集まってきたっていう流れだったんですけども、そこに一つの人だかりができれば、何をやってるのかなっていう形で、通りすがりの人が寄ってくるっていうものも、やっぱりね、期待できるわけなんですよね。実際来ましたしね。はい。で、この考え方っていうのが残存者利益だと思います。 車っていうのがどん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 ね手放されていっておそらく20年かそこらしたら自動運転車がレギュラーになるでしょうそしてもしかしたら公道で、えー、ガソリン車が走ることは禁止されるかもしれませんそれはそれでねいいんですよでもね市場界と言いますかねあの車って移動の手段って考えることもできるんですけどももう一つはね憧れの実現っていう風なあ分野もあると思うんですよいまだに場所がなくならないんですよね馬車 大間さんが走ってる馬車ですよい、ね、まだに乗馬とか馬車がなくならないのは何でかっていうとそこに移動手段ではない価値が残ってるからなんですよ、うん、で多くの方は車を移動手段として使ってますんでタクシーでいいバスでいい電車でいいっていことになりますけどもそうじゃないと車ってのは憧れなんだよと R34 は確かにね移動手段でもありますけども何で移動手段なんだったらあんなね馬が高くって維持費が高いものをずっと所有してるのかそれは憧れの実現でもあるからだと思うんですよ 私のナイト2 0 0 0も同じですよ。走ればいいんだったら、軽自動車があるんですよ。ベルファイアがあるんですよ。もうアトレーがあるんですよ。3台あるわけでうちは。なんでナイト2 0 0 0なんだって話なんですよ。それは憧れの実現なんですよね。それを所有するっていうことに対しての自分の人生の自己顕示欲のあられだったりとか、自己実現の一つの形なんですよね。皆さんにもそういうことがあると思うんですよ。コストがかかってめんどくさいけども、いとおしいなと思うもの。主には 子供だったり、家族だったりするかもしれません。お金はかかる、煩わしい、面倒くさい、邪魔。だけどもそれを超える愛情があるから、あいいなと思えるわけなんですよね。そういった感覚ですよね。誰にもそういうものはあると思います。私はそれを一つはね、ナイト2000に感じているってことですよね。うんまあ、人っていうのはね、やっぱりこれがなくちゃ俺らしくないなみたいなね、こだわりってものがちょっとあるんじゃないかなと思いますよね。はい、こんな感じでね、ナイト2000、これからもいろいろとね、 話題を作っていいいきたいなと思います R34 とガチンコしてね、今度はね、R34 とナイト2000のレースとかやったらいいですね。TI サーキット間とかをレンタルして、1日レンタルしてね、そこでレースをやってみるみたいなね、こういうのも面白いんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。